プープドギボいる、ドギボいる人こっち来て、ドギボいる人ドギボいるねドギボいるね。今日さ姉ちゃん酒中身見たんだけどめっちゃ可愛かったよ。見てこれ見てこれ見てこれ見てそれケーキじゃない。なんか今日さ全部ファンシーで可愛いんだよねなんでケーキなのに青いソースついてんだろう。見せてよ姉ちゃんにも。あっキャッチ。ねえ可愛いよねそれ。撮れるんでしょそれ。撮ってみてよ。これくっついてる。あ、撮れる撮れる。頑張れ頑張れおやつになったおやつ食べて。おやつ食べようかね。おやつはじゃじゃーん。ポチ、かわいい星の砂みたいなの。ポチと、ちょっと待ってね。ポチと、道のくファーム、ダイスハウスラング。待って、これ、馬のさ、バハイじゃね、もう一回。バハイじゃね、ほら、出た。バハイだ。馬のハイだ。結構前にね、食べたレベル。ねえ、バハイだよ。ちょっと違う種類だったけど、これよ。あともう一個ある、もう一個あるよ。なんて書いてんの。ミンスドディアフレークス、なんかのフレーク。鹿そぼろ、鹿そぼろだって呼ぶ。あれ、鹿そぼろ。めっちゃ楽しみだね。姉ちゃんはあの星型のクッキーの方が楽しみだね。で、今日のはほら、あれこれじゃない。ほら、今日のなんかメニューみたいなの可愛いよね。今日、ウェディングケーキ、ウェディングケーキやって。あ、6月だもんね。ジューンブライダーって、ジューンブライドって言うもんね。ねえ、じゃあ食べますか、おやつを。ポチから行く？ポチから行きますか？待ってね、開けるから。じゃあ姉ちゃんから食べるね。待って待って、待って、待って、クラッカー、待って、クラッカー。食べき食べるわ。うん、なるほどね。なんか不思議な風味がする。小麦粉の風味か、これなんかうまいよ。まあちょっとあれだけど人間用ではないからさ、その多分みんなが想像してるようなクッキーとかじゃないけどね。食べるべ、お座りして、お手、おかわり、おかわり、おりこう。待てよ、よし、うち、ぶーちゃんってこの大きさのおやつさ、持ってできんの？もう一個いる？持ってしてみる？持て、待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 て、聞いてないわパハイいけますか？パハイ、馬のハイ。例えばさ、馬の灰とか食べるとさ、あのなんかね、結構馬を食べるのかわいそう系のコメントが来るんだけど、まあそれは馬も牛も豚も一緒だから全部に感謝して食べようって思う。やっぱり
ていきますか、バハイを。わ、でかいよ、今日のバハイ。前も言ったけど、バハイほんとさ、ウッドチップみたいだよね。待て待て、おさりして、おさり。ウッドチップってあの観葉植物のさ、鉢植えに置いてあるやつ。でちゃん先食べるわ悲しんでる。うん、なんか前食べたのと味と食感が違う。なんか柔らかい、このバハイ。味はこっちの方が好きかな。食感はどっちだろう。どっちも食べやすいね。ぶんちゃんは多分こっちの方が好きかな、柔らかい方が。どうだろうね、ちょっと食べてみる。キャッチだよ、やっぱり手でいこう。いいよ。どう、どっちの方が好き。持ってしてみる。もう一回持ってチャレンジしようか。いる、欲しい人。はーい、無だ。はい、持て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 。食べちゃった。ちっちゃいのだと持てちょっと難しい。仕方がないよ、犬だもんね。たまに免罪符して言うけど、じゃあ鹿そぼるか。ちょっと鹿そぼろ食べにくい。多分ドッグフードとかにかけるやつだよね欲しいね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、出すから。待てよ待てよ。鹿そぼろね、こんな感じ。そう、ほんとそぼろみたいだね、ふりかけのさ。ちょっと姉ちゃん先に食べる。待ってね、勝て。うん、なんか味はそんなしない。硬くて、どう、何の味だろう。そこで不思議な食感だわ、食べたことないし。待てよ待てよ。よし、不思議な感じじゃない。いや、もう食べちゃったの。飲んでるでしょ、ブそれさ、ね、美味しかった？美味しかった人、はーい美味しかったね。バハイが一番美味しかったな、今日は。ねえ、ブのんびり休憩しよう。